1962年制作のイラン映画、あの家は黒いは、ホルーグ・ファルロフザード監督及び編集、エブラーヒーム・コレスターン制作のドキュメンタリー映画。現在は、同年秋に、ファルロフザードが、イラン北西部の町タブリーズ近郊にある、ハンセン病患者のホスピス、バーバー・バーギーを訪れて撮影した。1963年に、西ドイツのオーバーハウゼンで模された、 国際短編映画祭で最優秀賞を受賞した。イランにおける映画制作の歴史は1900年に始まり、1950年代にはドキュメンタリー映画が盛んに制作された。当時盛んだったのは、イラン内外のニュースを4、5本立てで放映するニュース映画であり、内容は教育やプロパガンダを目的としたものであった。1950年代のイランは、 1951年に石油資源の国有化、1953年にクーデターを経験した。1950年代から60年代にかけての時代には、モハンマドレザーシャーを理想の君主として描き、国家の理念、政治、政策を支援する雰囲気の情勢を目的とするプロパガンダ的ドキュメンタリー映画が量産された。 イラン文化芸術賞とイラン国営テレビラジオには大規模な予算が割り当てられ、1960年代前半にはこれらを発注元とする多数のドキュメンタリーが制作されていた。また、その他にも当時はイギリスやカナダのメディアがイラン国内の映画制作会社に国内の事物に取材するドキュメンタリーの制作を依頼する需要があった。映画プロデューサー、作家、 翻訳家のエブラーヒーム・ゴレスターンは、1955年に、テヘランのアラク通りに、イランでは初めての施設民営の映画制作所となる、ゴレスターン映画スタジオを設立した。ゴレスターン映画スタジオは、アフバーズの油性における、国営石油会社設立のドキュメンタリー、炎など何本かの映画を、1950年代後半から1960年代、終わりまでの期間。 制作することとなる。ゴレスターンは1958年に二人の友人の紹介で当時仕事を探していた詩人のフォルーグ・ファッド・フザードに初めて会った。彼はファッド・フザードを自分の映画スタジオでタイピストないし電話番として雇うことにしたが次第に重要な仕事を任すようになった。ドキュメンタリー炎ではフィルム編集が彼女に任され、 別の映画では脚本が、また別の映画では撮影が任された。このようにしてファッロフザードは1962年までに映画制作の技術全般を習得していた。その陰でファッロフザードは自己の才能への会議、道ならぬ恋、家族の問題に関する苦悩、経済的不安などにより深刻な精神的危機も経験していた。 ホルグ・ファルフザード1962年にゴレスターに映画スタジオはハンセン病患者支援協会からバーバー・バーギーにあるハンセン病患者の支援施設や支援活動を題材にしたドキュメンタリー映画制作の移植を受けた。バーバー・バーギーはイランの北西部東アーザルバイジャーン州タブリーズの町から北へ 3km ほど行ったところにある小さなオアシスであり、 村全体がハンセン病患者の終身的な療養所になっている。ゴレスターンはこの映画の監督を当時27歳のファルフザードに任せた。ファルフザードは夏の間に単身でバーバーバーギーに赴き、下調べをした後、一旦テヘランに戻った。秋になってから5人の撮影スタッフを伴ってもう一度村へ行き、撮影を開始した。 撮影は1962年の秋に12日間かけて行われ、撮影班5人が皆村に滞在して撮影を行った。ファルフザードは現地入りの前に脚本や撮影すべきもののリスト、日程表などを一切作らなかったと言われている。彼女は滞在期間の最初の2日を村の環境に馴染み、住民たちと親しくなることに費やした。 バーバーバーギーの住民は、ファッドフザード監督らを人間的に信頼し、打ち解けた。長さは22分程度。前編を通して、抑制されたカメラワークで、ハンセン病患者の日常生活を、ゆっくりと映し出す。その映像に、ファッドフザード監督自作の死の朗読が被さるが、朗読は努めて、抑揚を抑えた、淡々とした調子であり、つぶやきに近い。 映画の冒頭、水黒いをした女性の顔が鏡越しに映し出される。その後、身体機能維持のためのリハビリの様子が映し出され、ハンセン病の病態について、やはり抑制されたトーンのナレーションにより簡単に解説される。この唯一男性の声によるナレーションは、ゴレスターンによるものである。リハビリのシーケンスに引き続いて、礼拝書のシーケンスになり、 地を願い神への感謝の祈りを捧げる言葉が読書される。また、淡々と医療情報を提供するゴレスターンのナレーションと対照的なイブするようなトーンでファッド・フザードが新約聖書の一部を読む。その他はボール遊びや給食といった日常が主である。映画の冒頭付近と最後近くの2箇所に学校のシーケンスがある。 一回目のシーケンスでは子供たちが教科書を読み、二回目のシーケンスでは習ったことの理解を確認する意図で、教師が生徒たちに質問する、両親に感謝しなければならない理由はなぜか、美しいもの、醜いものの例をいくつか挙げなさい。教室で交わされる教師と子供たちの問答は、バーバーバーギーの住民の生をアイロニカルに浮き彫りにする。映画のラストシーケンスは、 教師が、ハーネという言葉を使って、文章を作りなさいと生徒に促す場面である。刺された少年が、しばらく考える映像の間に、村人の見送りの映像が挿入される。カメラが、村の中から後ろへ引いていき、外へ出るとともに、カメラについて歩いてきた村人全員の目の前で、門が閉じられる。外側から見る、村の門には、ジョザーメハーネと書かれている。 少年はチョークで黒板に、ハーネス・イヤー・フアストと書く。ファッド・ロフザード監督はこれを、映画の題名とした。直訳すると、家が黒いという意味であるが、英語文献では、映画内の文脈を踏まえて、ザ・ハウス・イズ・ドゥームドと意訳した例もある。ペルシア語の現代には定冠詞や、指示詞はないのであるが、英語やフランス語では、定冠詞を付加して、ザ・ハウス・イズ・ブラック、ラメゾン・エノワールとした。 薬代が一般的である。日本語では、指示し、あのを孵化して、あの家は黒いという薬代例がある。1999年に本作が日本初上映された山形国際ドキュメンタリー映画祭では、ブラックハウスという薬代であった。イランでは1960年代末から1970年代にかけて、モージェノビーシネマイランと呼ばれる一群の映画が、 制作された。本作、あの家は黒いは、これらニューウェーブ映画に6、7年ほど先行する作品になるが、多大な影響をこれらニューウェーブ映画に与えたとされる。本作自体は、一面的には、政府党機関が、スポンサーについた体制よりの映画の範疇に入るが、本作に刺激を受けて、より前衛的な手法に取り組むようになった映画人もいた。 ゴレスターに映画スタジオは、本作以後、その性格が変容し、若手に実験的な想像を試す機会を与える場になった。本作の新しさは、私的映像美とドキュメンタリーを融合させて、私的ドキュメンタリーとも呼ぶべき新しいジャンルを開拓した点にあると、よく説明される。映画評論家、ジョナサンド・ドーゼンバウムは、本作が映画と死を融合させた数少ない。 成功例の一つと評している。また、ローゼンバウムによると、アッパース・キアー・ロス・ター・ミーのすべての映画作品に、本作との類似性を見出しうるほど、本作は、キアー・ロス・ター・ミーに影響を与えているという。ニューウェーブからは、世代が下るが、映画監督、モフセン・マフ・モルバーフは、本作を現代イラン映画の中で最も優れた映画であると評した。しかしながら、 イランにおける1962年または1963年の初回上映当時には、むしろ本作を批判する声もあった。一般公開に先立ち、テヘラン大学医科学研究所において行われた専門家向けプレミア上映会は、モハンマドレザーシャーの双子の妹アシュラフとシャーの日、ファラフを来賓に招いて模様された。本作への批判は、ファッロフザード監督らは、 シャアと自らの利益のために、ハンセン病患者から搾取を行ったというものであった。キューバ危機の前後でソ連と直に国境を接するイランは、東西陣営の対立構造が国内にも持ち込まれ、シャア支自派大裁翼の構図が出来上がっていた。1980年代以後は、この構図がイスラミスト大裁翼に変容していく。西側諸国においては、本作の価値はすぐに認められた。 1963年に西ドイツのオーバーハウゼンでも用された国際短編映画祭で最優秀賞を受賞した。1966年にはペサロ映画祭でも上映された。英国映画協会は本作をクリティックス50グレイテストダキアメンターズオブオールタイムの一つに選んだ。一方でホルーグ・ファルフザード監督自身は バーバーバーギーの住民たちと信頼関係を築き、友達になれたという一点において、非常に満足し、他人からの映画の評価が、どのようなものであっても気にしなかった。撮影期間中、患者同士のカップルの間に生まれた子供で、ホルーグに、とてもよく懐いた子供がいた。ホルーグは子供を連れて、テヘランに戻り、後に養子にした。ホルーグ自身は1967年に、 自動車事故で用去るが、世界各国で重犯を続ける彼女の死臭から得られる収入が、養子の生活を支えた。ホルーグの死後に、養子の実親が公開したホルーグの手紙には、母性愛に満ちたホルーグの一面を見ることができる。なお、現在のバーバーバーギーには、タブリーズ大学の医学研究所の施設があり、ハンセン病の早期発見早期治療に取り組んでいる。2006年時点で、 今月にはまだまだという状況ながら過去数十年で着実に有病率を低下させている。ありがとうございます。